ットしない？いやーし、ベリーナイスこんにちは、金色玉三郎です。今日はピクミン4やっていきたいと思います。前回の続きからで探索62日目ですね。で、なんとかなんとかの森のところね、あそこの段取りバトルをね、一気にやっていきたいと思います。この子ミッションクリアしてたね。ね、大きに、十分通り越して12分の成果ですわ。すべての建築を完了させる。え？どういうこと？すべての建築。あ、橋がもう、あれなんだ、終わったんだ、これで。そういうことか。直した建築物を調べて大発見したら、あんたさんの名前も論文に書くさかい。期待して待っててや。この人懐かしい親方みたいな人だよね。さあ、ということで、追憶の原生林やっていきたいと思います。段取りバトルね。一発でクリアしたいね。一発で頑張ってクリアしたいと思います。はい、まずはこの洞窟ですね。平家ごま道場。やっていきたいと思います。岩ピクミンと白ピクミンでやるんだね。さあ、段取りレベルは4ですね。もう5やったことあるから、全然大丈夫なんじゃない ?4 だったら。さあ、来ました。この目が可愛い子ね。重いもの、価値高い。でも、重いもの運ぶの大変。いつ運ぶかとても大事。それが腕の見せ所。なるほどね。重いやつはでも、早く運んだ方、先に運んだ方がいいんだろうね。これ何飛び越えられる?あ、いけるね。であれば、白ピクミンにこれやってもらって、ね、白ピクミンにやってもらって、で、その間にこれを運ぼう。ね。OK。で、サクッといって、これなんだ ?1、2、3、4、5。5ぐらいいっといて、で、1、2、3。1、2、3。OK、OK。あ、でもこれ登れないのか。なるほどね、そういうことか。よいしょ。で、はい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 。あ、ね、待ってね。これちょっと、君たち待ってね。この子がいるからね。よいしょー。で、ちょ、これ岩ピクミンで破壊してもらいたいね。できれば。よいしょ。はい。で、そうだよね。ここに、あ、いけるのかな白ピクミン。ほい。あ、いけそうだね。であれば、往復してもらえるよね。多分ね。何回も往復してもろて、これ何?運べるのかな?蜜を欲しいな、まず。蜜が欲しいよね。これ何?もっこりしてるけど。ね。もっこりとしていますが。間違えた。あ、てかこれ。あ、オッケー。あ、白ピクミン行ってくれた。はいはいはい。来な。よいしょー。やばい。やばい、大丈夫かい ?OK。で、これも運んでもらうか。ね。これも運んでもろって。はいはい、君をじゃあ倒そうか。よいしょー。おい、OK。で、暇人センサーで人呼んで、で、その間にこれをやって、やり込んで、これをね。これをしっかりやり込んで。OK。しっかりやり込んで。はい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 。で、OK。で、これ、白ピクミン。岩ピクミンでいいか?で、これ白ピクミンってもらおうか。OK。OK。で、これは何回も多分往復してくれるはずだから、それをちょっと任せて、あ、間違えた。はい、でしょ?で、あ、これが止まっちゃってんだよね。これ、何回も往復してくんないかな、白ピクミンね。で、ピクミン増やしたいけどね、そろそろね。ピクミンを増やすことはできないでしょうか。いや、これちょっと、あれだな。ダメだね。これちょっとダメだな。これちょっと難しくて、他なんか行くとこあるか?そこか。あ、ここ閉じちゃったから入れなくなっちゃったんだね。はいはいはい、岩ピクミン。岩ピクミンが足りないな。来てくれるかな、これ。あれ、これ抜けるんじゃなかったっけ?あ、抜けるよね。そうだよね。
抜けるから、それでやべ運べない。はいはい、でピクミン来てくれてないか。暇人センサーで暇にはしてるけど、出れないのか、どこに、どこからも。いける、出れる、どう来るんだろう。大回りしてくるか、あこう来るか。あ、オッケー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 、ごめんねごめんね、大回りさせちゃって、ありがとうありがとうありがとう、助かりました。え、君は暇なんだね、多分ね。君は暇だから連れていきます。いや、ちょっと苦しいか、これ。ちょっと苦しそうか。岩ピクミンが必要だよな。いや、まあでもこれもう最悪。最悪ですよ。で、あれだな、白ピクミン。そうだね、運べるだけ運んでもらって、で、あそこをどうするかだよな。はい。だから、待ってね。いや、これいけるか。おらー、待って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 。それはまずくて。待って待って、それはまずくて。白ピクミンに行ってもらおう、やってもらおうか。ね。で、これは、そうか。じゃあ、これ、オッチンに行ってもらおうか。オッチン。あれ、オッチン、運べないの？オッチン？オッチン、12ならいけるでしょ？オッチン。あ、そうだね。いけるね。ほい、ちょっと君たち、オッケー、来てもらって、暇人センサーで呼んで、で、まあ、その間に、ちょっとこれ、じゃあ運んでもらおう。余ってる子たちでね。で、今、暇人センサーで呼んだんで、これ、こっち押した方がいいな、これ多分。押した方が良くない？押せないな。いや、でも来てくれていて、オッケー。来てくれていて、で、これサクッと3つ押してもらって、これ頼むわ、全部。全部お願いします。で、ボタンをすげえ押したいんだけど、押した。これで、OK。あと1分、オッチンが、オッケー、オッチン。さ、あとは金メダルまで行きたいけど、あとどこに何があるんだろうか。まだどっかに残ってっか。あの白ピクミン別に取らなくていいもんね。いや、あれかな、やっぱり。あれが、ラストじゃない？多分。白ピクミンガッサーンで、残り岩ピクミン行ってもらって、あと残りあるか？いや、なさそうだな。こんな段取り見たことないとまで言ってくれている。いや、これワンチャンあるんじゃない？コンプリート。あとそれだけでしょ？多分。間に合ったんじゃない？コンプリートじゃない？やっはっはー、very nice！ 5秒残して、プラチナメダルだね。やったー、嬉しいね。いや、冷静だったもんね。冷静だったし、ああいう金塊みたいな50個あるやつとかは、ピクミンに、5匹とか、渡しといたら、何回も往復していってくれるんだよね。それを白ピクミンに任せたりとかできたんで、すごい良かったでしょうと。興奮しすぎてクラクラする。資材さん自己ご褒美だ。やったね。パーフェクト2回目だね。だいぶ慣れてきたもんね。やりましたね、コントマさん。さあ、遭難者を連れて外に出ましょう。嬉しい。さあ、これで、運び込みまして、で、次のところ行こうか。次のところが、さっきここクリアしました。次に近いのは、ここはもうあれだからね。最後にしたいから。まあ、近い方なんてもうないか。じゃあ、ここ行こうかな。ここ行こうか。で、これ、オートでやってくれるから。次のところまでね、カットしたいと思います。さあ、ここですね。紫の子だ。この横に、羽ピクミンのね、オニオンがあったんでね。本当にどこでもいますね、葉っぱ人って。
この子は目が4つだね。今日も段取り、明日も段取り。さあ、頑張ろう。誰ピクミンかな。でも、ハネピクミンが近くにオニオンあったんで、ハネピクミンが多分活躍する回になるんじゃないかな、これはね。違いました。黄色ピクミンと岩ピクミン。黄色ピクミン超久しぶりだな。断崖アスレチック。あ、ちょっとむずそうだね。なんか高いところとかそういうのがいろいろギミックが多いんだろうね、多分ね。やっていきたいと思います。頑張ろう。さあ、これは段取りレベル5になってますね。断崖アスレチック。いや、これは難しいんだね。いや、さっきの4だったけどね。挨拶いらない。段取り見れば全てわかる。お前の段取り見せてみろ。さあ、頑張ろう。まずは、そうだね。まずは、ごめん、オッチに乗って、まずはここを破壊するか。で、とりあえず敵を倒すか。敵を倒して、オッケー、運んでもらって、で、これいけるか。ガシコーンといけるか。さすがいけないか。よいしょー。いけるゴリ押しでいけ。オッケー。で、これ引っ張って、で、黄色ピクミンでこれ掘ってもらって、で、これ運べないか。まあ、じゃあこれオッチに行ってもらおうか。一旦オッチに行ってもらって、ほいほい。で、じゃあ、ほい。お、爆弾岩があったのか。じゃあこれ、岩ピクミンに行ってもらって、オッチありがとうね。で、これ黄色ピクミン5匹にちょっと往復してもらって、これ倒さないといけないのか。ちょっと重たいね、この子はね。ダメだな、ちょっと数がもうちょい欲しいね。危ない。よいしょー。浮いてー。やっべー、めちゃくちゃ死んだ。ちょ、マジやばい。あー、ダメだ。あー、ダメだ。あ、岩ピクミンは耐久力があるからなんとか耐えてるけど、ちょっとシャレになりませんね、これ。痛い。よいしょ。なんとかゴリ押ししたけど、ちょっと大変なことになっちゃったね。あ、飲み込んだか。じゃあ、これで、これ岩、はい。で、暇人センサーで呼んで。いや、ちょっと大変なことになっちゃったね、これね。ここ掘れるか、頑張って。黄色ピクミン。あ、ピクミンいるんだ。あ、じゃあ、であれば抜いて、で、ここ黄色ピクミンにお願いして、暇人センサーで呼んだのが来たね。オッケー。来たので、でもらって、なんだこれ、どうするんだ。あ、ちょっとこれやばそうだね。オッチンありがとう。あ、で、激辛。あ、こういうギミックもどんどん使えよってことだ、多分。激辛スプレー使おうじゃん。よいしょこれ多分行ってくれるでしょ。大丈夫そうなんで。これ行ってもらって。で、銃か。じゃあ、これでいいかな。で、これ行ってもらって。で、オッチンにこれ行ってもらって。で、そうだね。これ暇人の子たち連れて。あ、これ破壊しといた方がよかったな。もったいないことしたね。あ、これで今来てくれたから乗って、黄色ピクミンで、あ、ごめん、今、ごめんね、間違えちゃった。よいしょあ、ピクミン食べた。なんてことするんだ。オッケー。で、これで、はい。岩ピクミン。これか。岩ピクミン。なかなか壊れないね、これね。
なかなか壊れない。爆弾岩。で、暇人センサーで呼んで、まあ、これもういいか。岩ピクミン、黄色ピクミンに行ってもらおうか。もうちょっとで、あれが破壊されるから、カバンのアイテムもね、使いこなしなさいよっていう、助言をいただいていますが、これを多分上行かないといけないよね。ピクミンを上に飛ばした上で、僕はいけないんで、多分これね。ピクミンを上にやって、で、その間に、よいしょ、暇人センサー呼んで、はい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 。はい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 。はい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 。で、これも、全員行っといてください。で、オッチンに、これオッチンに切り替えて、あ、間違えた。間違えた。やっちゃった。これ暇人センサーだからいいか。違う。切り替えないと。違う。ジェット。こうで、こうか。で、こうか。オッケーオッケー。ボタンがもう、わけわかんないことになっちゃった。さあ、これで入って、まだ上のギミックが残ってんだよね、多分ね。なるほど。あ、ピクミンをもっと連れてこないといけないな、これ。ね。いや、これちょっと失敗してんな。待ってね。あー、そういうことか。でも、こっちからピクミン、どうしたらいいんだろう。よいしょ。これ、オッチンで破壊できるのかな？無理だよね。あ、アイテム使える？ここで。爆弾は使えるんだ。で、ここに黄色ピクミン、あれ飛ばして、あー、暇人センサーで、あれしちゃってるんだ。くっそーあ、これ、あ、これピクミン、あー、なるほどねなるほどそういうことか。あ、これ、あれダメだ。だから、もう一個爆弾岩だけど、いや、間に合わないな、これ。普通にね。壁が破壊されて、いや、そうだよ。で、暇人、あ、違う、ホームシックウェイじゃない、暇人センサー。あー、ちょっとごちゃついちゃったな。ごちゃついてしまって、いや、そうなんだよ。これを、これ黄色ピクミン飛ばせんのかな、多分。あ、違うか。ここで、全ピクミンを投入するんだね。いやー、今回ちょっとこれ間に合わなかったね。ここにできるだけのピクミンを投入して、いや、一応クリアはしたけど、って感じだよな。そうだよね。まあ、ここのギミック早く気づいてれば全然いけたんだけどな。いやー、これ残念。これ残念ですね。ちょっとうまくいかなかった。さあ、ということで、まあ、上のやつを運べないといけなかったから、あそこピクミン入れて、やるんだってことが分かってれば全然いけたね。まあ、とりあえずクリアはしたんでね。よかったけど。興奮しすぎてクラクラする。資材30個ご褒美だと。いや、でも面白いね、これね。面白い。やっぱ星、レベル5だとちょっと違うね、やっぱりね。1個上がってるね、やっぱステージがね。さあ、ということで、この子運んで、で、次のとこ行きましょうか。次のところが、一旦拠点ね、こっちに移しました。ここですね。この池。あれ、渡れるんだっけあれ。沼じゃなかったっけ。氷で凍らせれば行けるのかな。一旦ちょっと様子見てみようか。ここですよね。あ、水かなここ。あ、沼じゃないわ。水だ。あ、じゃあ大丈夫だね。とりあえず、ピクミンが今ね、運んでくれてるんで、ちょっとそれを待った上でね、行きたいと思います。人間運んでるから、今ね。オッケー、運んでくれたので行きたいと思います。切磋琢磨のオアシス。あ、羽ピクミンだ。で、紫ピクミン、白ピクミンね。オアシスか。あ、でも、水は関係ないんだね、多分ね。一体、みんなで、めっちゃ簡単、行ってみたいと思います。さあ、切磋琢磨のオアシスも段取りレベル4だ。ね。あ、下にコツが書いてある。資材を先に回収して建築を急ぐのが良い。運んだものの重さが自分のポイントとなる。へえ、重さなんだね、やっぱりね。ここ、俺の洞窟。お前、段取り鍛えたいか。うわぁ、羽ピクミンじゃないと水いけないってことだ、多分ね。鍛えて、鍛えまくれ。まあ、先に、要は資材がないと、どうにもならんよって話ですよね、多分ね。
なのでまず資材を運びましょうっていうことだ。でこの子はよいしょピクミンでやっておいて、で一旦これ運んでもらって、で白ピクミン、運べないんだこれは。20いるのか。あ、じゃあ吐き出してくださいごめんねごめんなさいね。ごめん、違うよ、行っていいよ。白ピクミン今手元にいるよね。オッケー。であれば先にここら辺のやつ敵倒しとこう。敵を倒しておいて、ハリピクミンそこにいるから回収したいね。よいしょ、ハネピクミン回収して、よいしょよいしょ。でこの資材が必要になるって話なんだね。じゃあとりあえず白ピクミンね、これ運んでもらおうかね。でそこにも白ピクミンいるね。これ抜いてもらって、オッケー。でホイホイホイして、で資材15個あるから、そうだね、よいしょして、足りないね。よいしょ。来てもろて。できればね、白ピクミンが多分早いんだろうけどね。OK ね。で、これ、オチにちょっとホリホリしてもらうか。あ、違う、オチに。ピクミン、あれして、ピクミン、あれして、オチにホリホリしてもらう。OK。これでいい。え、なにこれ、これもホリホリできるの？で、ちょっとこれ、蜜でしょ、多分ね。蜜だと思うんで、出してもろて、OKOK。で、吸って、そう。で、オッチンに運んでもらって、OK ね。ありがとうね、オッチンね。ナイスウォー。で、ピクミン20匹いたら嬉しいなって感じだよな。これ何？かぼちゃ？これ、オッチンいけんのかな？これ、オッチンに行ってもらっか。オッチンに行ってもらって、オッチン最強ね。オッチン最強。で、こうして、暇人センサーして、で、ここどうせオッチン登れないから、行ってもろって、で、これは羽ピクミンでいいんじゃない？で、オッケー。こうすればいいのかな？一旦ね。で、ちょっと一旦降りて、で、オッチンね、オッチンありがとう。これ何？これなんか埋まってんのか。もう終わったのかな。足りるかな。10、あともうちょっと必要そうだけど大丈夫かな。あそこに待ってくれてるのかな。オッケー。で、10だから、オッケー。オッチンなんか運んでくれたね、またね。オッチンがめちゃめちゃ頑張っていて。で、はい。これで白ピクミンに、これお願いして、で、オッチンにこれをお願いして、オッチンちょっと強すぎない？オッチン普通に強すぎないですか？これ何個？これ10個か。で、あれば、あ、そうだね。あれ、今全員、10だよね。そうだよね。これ行ってもらって、で、オッチンに乗って、あのナスビ、あれを下ろしたいよね。だからね。あれを下ろしたくて、まあ、とりあえず、この敵倒すか。あ、ピクミンそこにいたんだね。そこに隠れてたんだね、ピクミンね。お待たせしました。大変お待たせしました。で、暇人センサー。20匹いればね、あれできるんだけどな。どうですか？何人いる？まだ20匹にはなってないな。とりあえずじゃあこれ運んで、あとは、こっちの奥になんかあるか？てか、水の奥に、いや、ちょっと待って、こっちめちゃくちゃいろいろあるじゃん。ね。よいしょ。で、とりあえず白ピクミンでこれやってもらって、で羽ピクミンで、あ、どうした？
どうしたどうした、あ、え、なに、あ、ごめん、羽ピクミン投げちゃってた僕、え、ごめんね、ごめん、オッチン、君、いいよ、そうだね、君ストップで、オッチン、オッチンいる、オッチン、オッチンどっかに、オッチン、ごめん、オッチンに乗ってた普通に、やっべー、意味わかんないことしちゃった。さあピクミン来てくれている、とりあえずこの白ピクミンでこれを運んで、で、オッチンでこれ突進して、いやもうこんな時間、そうですか、いやー意外とこれ大変だね、いやでも頑張ればいけてそうだったよな。ピクミンの回収が遅かったね、5匹分ずっとあんな奥にあったから、あれをもっと早く回収してれば話は早かったよね。とりあえずクリアはしたね、クリアはしたけどちょっとあれがもったいなかったね。興奮しすぎてクラクラする、資材30個ご褒美だ。やっぱ星5は難しいね、ちゃんとしっかりやらないとそもそもパーフェクトは程遠いね。はい、ということでじゃあ運んで、意外と時間かかったね、意外とね、意外と時間かかったんで、ルイのやつはちょっと次回にするわ、ルイ次回にします。意外とちょっと時間かかっちゃったんで、あの子を最後運んで、拠点にね戻りたいと思います。あ、葉っぱ人保護するの20人目だって、すごい。夜の探索もしてもいいね。ね。夜の探索ももう次回ガッとやっちゃうか。これで一区切りといったところだろうか。あ、あれなんじゃない？最後の葉っぱ人だったんじゃない？じゃあ。ね、夜の探索も済ませて、その上で最後、ルーイとの段取りバトルするのありだね。さあ、ということでじゃあ今日は戻りましょうか。さあ、ということで、お疲れ様でした。いや、ルイ強いんだろうね。でも、星5以上はないからね。段取りバトルね。前回は勝ったけど、まあ、前回オリマーだもんね。え、前回ルイだっけ？いや、オリマーだよね。どんな感じなんだろうね、ルイ。さあ、ということで、お疲れ様でございました。帰ってきたね。で、今日は特にお宝とかね、ゲットしてないけど、葉っぱ人をね、3人救出したからね。これがすごいと。さあ、やる気も3アップ。次回夜探索全部やろうかな。こうなってきたらね。うわ、すごい !73% になった、すごいね。あ、でも救助し、あ、そっか。そうじゃん、スパニエルを救助してないじゃん、まだね。そうだよ、だからまだだ。まだだね。まだだ。葉っぱ人を全員救出したわけではないんだね、だからね。最近寝不足なので今日は早めに失礼しますね。その方がいい。実は私もよく眠れんのだ。レスキューが始まると緊張のせいかあまり眠れなくなりますよね。まったくだ。最近私は9時間ほどしか寝てない。おお、たっぷりね。十分に寝てるじゃないですか。コリーめちゃめちゃ仕事量多いからね。全然寝てない多分ね。さあ、ということで次回探索63日目からやっていきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。